今回登るのは日本百名山、鳥取県の大山です。大山のポイントは主に3点です。1点目が山頂付近からは日本海や鳥取の市街地の眺望を楽しめること。2点目が鎖場はなく比較的安全な登山ルートであること。3点目はバスで登山口まで行けるため、公共交通機関でのアクセスが容易であることです。バスでのアクセスは動画の最後にまとめているので、利用する際は参考にしてみてください。今回の登山コースは、大山ナショナルパークセンターを出発し、夏山登山コースを通り、避難小屋を通過し、山頂まで約3時間半の行程になります。山頂には小屋があり、売店、トイレがあります。山頂付近を一周した後、下山も途中まで登りと同じルートを帰ります。避難小屋を過ぎたあたりで、業者コースに行き、大山寺を過ぎ、スタート地点と同じ大山ナショナルパークセンターに帰ります。下山は約2時間半の行程になります。それでは早速、大山ナショナルパークセンターから避難小屋まで2時間の行程を進みましょう。大山ナショナルパークセンターにはバス停、駐車場があります。またトイレも完備されていますので、しっかりと身支度をして出発しましょう。まずは大山寺という標識に沿って進みましょう。数分行くと温泉があります。帰りにこちらに寄るのも良いでしょう。また隣に売店もあります。もう少し行くと右折する道があるので曲がりましょう。しばらくまっすぐ進むと夏山登山ルートの登山口に到着します。登山ルートは道が整備されており、下は木道となっており、とても歩きやすいです。ここで一つ大山にまつわる神話を紹介しようと思います。今から1300年ほど前、出雲の国不動記という書物が編纂されました。出雲の国というのは今の島根県東部を指します。この書物では出雲の国にまつわる神話がまとめられています。その中の一つの話に国引き神話というものがあります。昔々、八塚水お水ぬの御事という神様がいらっしゃいました。この神様には一つ悩みがありました。自分が治めている出雲の国がなんと小さなことか。神様は考えました。そしてひらめきました。そうだ、海の向こうのどこか広い土地を持ってくればいいのだ。こうして神様は海の向こうにめぼしい土地を見つけては出雲の国に土地を持ってきました。最後に目をつけたのが今の北陸地方です。神様はいつも通り大きな桑で土地を切り離し、大きな網で土地を引っ張ってきました。引っ張ってきた土地が流れないよう網を杭にくくりつけました。このくくりつけられた杭が大山です。もちろんこれは神話の世界の話ですが、大山が昔から注目され神話に出てくるほどの山だったという点が重要なことだと思います。お疲れ様です。南小屋に到着しました。景色がとても綺麗です。ここまで来ると木が少なくなってくるので、眺望が一気に良くなります。避難小屋にはスペースがあるので休むことができます。避難小屋から山頂まではあと1時間半です。もう一踏ん張りなので頑張りましょう。下山は山頂を一周できるのでぐるっと回って帰ろうと思います。8合目です。登山道には1合目から山頂の10合目まで1合目ごとに標識があります。今どこを歩いているのかわかるので安心して登ることができます。山頂付近は木道が整備されています。さあ、ついに山頂に到着です。とても晴れていて景色が綺麗です。
山頂の小屋の中です。できたばかりなので綺麗です。左側に売店があり、飲み物やカップラーメンなどが売っています。正面にトイレがあります。男女別になっており、男性用のトイレが汲み取り式、女性用のトイレが水洗トイレだそうです。男性用のトイレ汲み取り式ですが、匂いは気になりませんでした。冬になると水洗トイレの女性トイレは凍ってしまうので使えなくなり、男性トイレが男女兼用のトイレになるとのことです。山頂を出発します。目の前に見えるのが日本海と米子の市街地です。絶景です。左右を見ると草がなぎ倒されています。おそらく山頂で遮るものがなく、非常に風が強いのでしょう。ようやく行者コースとの分岐に到着しました。正面が上りで登ってきた夏山登山コース、右側が今回下山で使う行者コースになります。行者コースはこの時期紅葉真っ盛りなので楽しみです。途中、大山寺を抜けて、最後、スタート地点と同じ大山ナショナルパークセンターに帰ります。開けた場所に出ます。ここまではずっと下りだったのですが、ここからの傾斜は緩やかで平坦に近い道となります。今更ですが、この山は大山と書いて大山と読みます。不思議ですよね。山陰地方では山のことを山と呼ぶことがあるらしく、大山と呼ぶようです。建物が見えてきました。無事、大山寺に到着です。参道を歩いて、スタートの駐車場バス停に帰ります。最後に、公共交通機関を使った場合のアクセスについて簡単に紹介します。JR 米子駅から大山寺行きのバスに乗ります。バスに乗って1時間ほどで終点の大山寺に着きます。この終点駅が大山ナショナルパークセンターになるので、到着地が登山口となっています。動画は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。